はい、どうも、プロタンです。エアコンの鼻水が全然治んねえ。ほぼほぼ治ったんですけど、今朝でね、これ、アテレコしてんのは。やっぱ朝はなんか喉がイガイガしてますね。っていうの今日腕トレということで、今日も頑張っていきましょう。言うことがありません。何を喋ったらいいんでしょう。俺、ジンさんとアキトくんと、あとはまあちょっとマッチョメンバー。と、あった、マスメンバーたちと、バーベキュー行ってきまして、俺、小さい頃からさ、俺、なんか団体行動とか苦手なんだよ。キャンプとかさ、しかも俺、インドア派だから、さらに。で、その団体的なイベントってなんか苦手で、断ってきてたんだけど、まあ、なんか思い出作りてえみたいになって、なっちゃって。なんか夏、一回だけでも。まあ、もちろん撮影がてらっていうところだったからさ、まあ、プライベート半分、仕事半分みたいになっちゃったんだけど、いや、最高に楽しかったですね、本当に。なんか、バーベキューっていうか、なんか、仲間と日差しの強い河原で、たわいもない時間を過ごす。これほど幸せなことありますかと。あと、あの川のせせらぎとね。で、川が日本で3番目ぐらいに綺麗らしくて、もう透き通ってて、しかも水もちょうど良い冷たさでさ、飛び込みなんかしちゃったりとか、小学生に戻った気分になって、すげえはしゃいじゃいましたね。滝とかあったんですよ。いや、こんな楽しいもんかと思って。飯もほぼ食わずに、ずっと河原で日焼けして、めちゃめちゃ焼けました。ずっと続いてね、みんな家族を持って子供連れてなんて、あるのかななんて思ったら、時代というか年を感じちゃいましたね。時の流れを。っていうので、まあ、腕トレやっていくんですけど、まずは3頭このフレンチプレスから、これは40キロで、もう高重量でやってますね。可動域ちょっとあんま取らずに、これ肘痛めちゃうんで。もう高重量で攻めていくと。で、なぜかインスタでさ、その思い出載せようと思っていっぱい載せたんですけど、なぜかガイドライン引っかかって2日後に投稿削除されました。意味がわからない。思い出を削除されました。もう一回投稿するか悩んでます今。いやー、いいよね、本当に。で、今年はなんか海の企画とかやりてえなと思うんだけど、なんかなーっていう、なんか人混みがあんま得意じゃないから、なんかありがたいんだけど、なんかめちゃめちゃ見られちゃうんだよね、やっぱり。めちゃめちゃ見られてずっと動画撮られてるから、なんかそれが結構苦手なんだよな、本当にさ。だって昔はなんか撮ってこいみたいな気持ちで、撮られて快感みたいな感じだったんですけど、今やっぱなんか苦手になっちゃいましたね、そういうのも。疲れちゃう、シンプルに。今年の夏はどういう企画しようかちょっと考え中ですね。まあだから自分が一番楽しいのは一番いいですよね。でも、その河原のバーベキューは本当なんかプライベート7、8割ぐらい入ってたんで、まあなんかいい気分転換で良かったですね。まあ、やっぱマッチョたちのバーベキューってめちゃめちゃ目立つね、本当に。ビビるぐらい。すごかったもんな。周りも2、3組いたんだけど、最初に到着しててマッチョメンバー A グループが、で俺、うちら B グループでさ、で、え、何あいつでやからみたいな、何あのマッチョたちやばみたいな、近づきたくねえと思ったらうちらの仲間だったっていうね。そこにあのジンゴリラとかが、あとアキト君とかが加わってるからさ、やっぱ旗から見たらやべえやつらの集まりみたいになってました。俺ももっとマッチョにならねば、俺ももっとマッチョにならねばやばいぞ。で、これが結構気に入ってる。これは、まあ、あんま重量、まあ、重量もこだわるんですけど、まあ、結構リズムをね、意識してて、それでなんかその角張った筋肉にしたいんだよね。そうやって、そんなことを意識して、上げてってます。次はディップス。はい、ちょっと、画角があれなんですけど、ディップスで、ちょこまかちょこまか、やっていきましょうかっていう感じに。で、これ高重量でやってますね。これめちゃめちゃ気持ちいい。これほんとやばい。これほんと、ディップスって俺3投で一番効くんだよな。ほんと最後はグイッて上げるのがコツで、これがほんとにとんでもない感じなんで、ぜひ見てみてくださいね。ぜひやってみてください。で、次がまあ2投のプリチャーカールかな。あ、プリチャードラッグカールか。これもすごい好きでね。丸め込めるように背中も丸め込んで収縮させていくと。で、伸ばすときはちょっと上体反らして気持ちいい。で、一気に丸め込んで収縮させる。
これもすんごい効きます、はい、もう暑すぎてやばいよね。もう夏本当にやばくない？今東京、俺東京なんだけど半端ないっすよ本当に。暑いのレベルじゃないもんこれ。おかしくなるぐらい暑いですこれ。やっぱこの夏が勝負だからね皆さん。この夏、夏バテしたりやる気がねえってなって筋トレおろそかにすると負けますから。やっぱりこの汗だくになりながら夏鍛える、これがどれほど強くなるか、夏勝負と思ってね筋トレしていきましょう。で次はケーブルカールです。ケーブルのハンマーカール、これもなんかもう筋出しみたいな感じでリズムよく、まあ、中重量でやってます。でその後、まあ、これジャイアントセット でそのままプリーチャーカール、ちょっとぼやけちゃってるんですけど、まあ、二頭筋の頭らへん狙ってやってます。これもすごい好きですね俺。これもめちゃめちゃ好きで、で最後に、まあ、高重量のリバースカール、これはもう絶対徹底してます。それを3セット繰り返して終わりって感じですかね。はい、やっぱ腕をねでかくしないとね。やっぱ夏さ半袖になるじゃないですか、やっぱ腕パツパツじゃないねって言われちゃうじゃん。やっぱり半袖がかわいそうだねって、逆に隙間があって一人暮らしで 3LDK 住んでんのってなっちゃうかな。もうちゃんとねパツパツに貼るようにこういう風にちょっとやっていきたいと思います。腕トレ皆さんもちょっとねファイトです。この夏頑張りましょう。またまたね。